はい、どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。というわけでエナジードリンクゾーン馬娘版があったので買ってきました。味はオレンジ味です。50円割引なんで約150円でゲットしました。そして本題こちらでございます。一番くじ馬娘第3弾のイラストボードセットが安くゲットので購入させていただきました。はい、5枚セットでございます。ライスシャワー、いいね。メジロマックイーン、ミホノブルボン、桜爆心王、メジロライアン、というわけでこんな感じになっております。そしてはい、というわけでですね、下の紙いらないので今回は捨てます。はい、いいですね。ひっつき虫、こちら動画作っておりますので興味がある方は概要欄まで行ってください。ではこちらをつけます。おー、はい、ではですね、麦わらの一味ちょっと交換したいと思います。はい、ではつけます。四つ角に適度な大きさにちぎってつけます。これをそのまま壁につけます。先ほど使っていましたワンピースのクリアファイルなんですけども、意外とですね、裏綺麗に剥がれました。なので安心して使うことができます。どうでしょうか。迫力満点、かなりサイズが大きくておすすめです。この並べ方でもいいんですけども、なんかですね、音楽室にある作曲家の肖像画みたいな感じでビシッと並んでたので、ちょっとバランスを崩してみました。どうでしょうか。今回紹介しましたひっつき虫、めちゃくちゃおすすめなので、部屋の模様替えにぜひ使ってみてはいかがでしょうか。はい、こちらの動画なんですけども、iPhone14 で撮影しております。なんか設定のミスなのか、シネマティックモードで撮ると、なんかピンボケ的な感じになってしまったのは申し訳ございません。というわけで、今後もこういった短編動画をいろいろと出していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。監督ラボの監督でした。ありがとうございます。